エクササイズを頑張ってるけど、なかなか痩せにくい。もしかすると食べ過ぎてるのかもしれない。そういった方におすすめな、自宅で簡単にできる有酸素運動を紹介していきます。これ実は、ランニングの6倍消費できるエクササイズの応用編になります。今回の動画を最後まで見ることで、ランニングの6倍消費できるって何？最後まで見ると分かってきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回、ランニングの6倍消費カロリーがあると言われているレトロランニングというエクササイズの応用編として寝たままできる方法を紹介していきます。レトロランニングって一体何？聞いたことない方もいるかもしれません。これ実はランニングを後ろ向きで進むことによって消費カロリーが6倍って言われてるんです。なぜかというと、後ろに進むことによって体の弱い背面、体をまっすぐ保たないと後ろ向きで走れませんから、そうすることによって前向きのジョギングよりも多く筋肉群が使われるんです。その結果カロリー消費が上がるって言われております。自宅ではなかなか逆走することってできませんよね。なので今回うつ伏せになった状態で同じような筋肉を使う方法を一緒にたった30秒だけやってみましょう。これをいつも行ってるエクササイズの最後に組み合わせるだけで有酸素運動として活用することができてきます。一緒に頑張ってみましょう。はい、実際はこのレトロランニングっていうのは後ろ向きで走る方法なんですが、家では難しいです。なのでうつ伏せになってやっていきましょう。スマートフォンは顔の下に置いてもらって、この状態で上半身も下半身も持ち上げます。足は少し広げます。肘曲げます。この状態で左右対称に体を動かすだけです。これを30秒間できるだけ早く息が上がるようにやってください。これで背中全体を使って心拍数を上げることができるので、有酸素運動と同じ効果を得られます。この使い方としては、何かいつも行っているエクササイズの間でインターバルとして30秒挟む、3種目行えばこれも3セット行ってください。そうすることで今より確実に痩せやすくなります。それでは30秒頑張ってみましょう。できるだけ肘を曲げて肘を後ろに引く、右肘引くときに左足を上げる。左右対称に動かしていきます。できるだけ上体を起こさないと手が動かないので、しっかり体を起こしてください。それでは行きましょう。30秒。息はしっかりハーハー言ってください。行きます。スタート。しっかり、こうやって走る感じでね。しっかり動いて。頑張って。体をしっかりね、起こしてください。あと少し。あとちょっと。あっちこっち痛い。いや、お疲れ様でした。もう息ハーハーなってたから、もう喉が渇いちゃった。今のね、たった30秒でしたけども、あんまり息上がることしてない人とかね、有酸素運動してない方は、結構30秒でも辛いと思います。そして背中の筋肉使うので、まず背中の筋肉、そしてもも裏、お尻が弱いと、体がうまくね、動かせないと思います。途中でね、上半身と下半身がぐにゃぐにゃしたって方もいると思いますが、これがうまく連動できてくると、筋肉をちゃんと使えてきますんで、まあ、体幹がしっかりしてくるとか、あと姿勢が良くなるとか、エクササイズのフォームが良くなってくるとか、まあ、いいことがね、待ってますんで、まあ、こういった30秒、息をしっかり上げる、たまにはね、走るっていうのもありですが、ただ、カロリー消費的には、レトロランニング、後ろ向きで走るっていうのが、すごくね、いいと言われてます。ただ、危ないのでね、後ろ向きで歩くとね、位置でつまずいて転んじゃったりとか、危ないので、もし行う場合は気をつけてください。で、自宅でやる場合はね、床柔らかいところで、布団やベッドの上などで今みたいにしっかり動いてみてください。30秒しかしませんでしたけども、これ何セットやってもいいです。
30秒やって少し休んでまた30秒行ってっていうのをね、だいたい5回から8セットぐらいやるとね効果的かなと思いますんで、ぜひやってみてください。レトロランニングの応用編でした。勉強だったよ、やってみたよって方はね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。そしてちゃんと動かせれたかどうかっていうのもよかったらコメントください。各種 SNS もやってますんで、インスタグラム最近毎日アップしてます。説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。